はい。今のどう？今のどう？どうや？どうしよう。チル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 。ということで、本日より FFGM のね、実況やっていきたいと思いまーす。動画が始まるかなと思った？ご褒美もらったのかしら。ということで、ファイナルファンタジーグランドマスターズ、どんどんやっていきたいと思います。とりあえず挨拶から。ミキロくん、レンレンさん、シュンシュン、ミューラさん、5個目さん、6個目さん、7個目さん、デクさん、リュウセイくん、ククロビンさん、スライムさん、ムツインクさん、ダイソンさん、ショウさん、18個目さん、19個目さん、ケンジさん、子猫さん、いらっしゃい。音どう？ちょっとちっちゃい。音どうでしょうか。あ、こんばんは。29個目さん、いらっしゃい。もしかしてちょっとちっちゃいかな。もうちょっと上げちゃっていい？あ、こっち、はい、30個目さんいらっしゃい。こんばんは。はい、31個目さんいらっしゃい。ちょうどいい？ほんとに？ちなみに、ちょっと上げたらどうなの？どうでしょう？いい？いい？じゃあ、やっていこうと思います。これね、おとといぐらいからかな、サービス開始したスマホ用ゲームでございまして、あ、34個目さん、35個目さんいらっしゃい。これ面白そうだったらやる？じゃあ、よかったら一緒に見てってください。グラマスやるのか、やります。38個目さんいらっしゃい。やりますよ。とりあえず私は、スマホの方でも結構進んでるんですけど、最初だから、皆さんでこの iPad の方でね、ちょっと重いんだけど、iPad の方で、チュートリアルから皆さんと一緒に、やっていこうと思います。お付き合いお願いします。新規プレイ10月1日から。そうそうそう。42個目さん、44個目さんいらっしゃい。自分もやってるから頑張ってね。マジで？蜂の子さんいらっしゃい。これ頼まれてない。これ全然頼まれてない。自分でやってる。よいしょ。そうだね。なんか混んでる時間とかもあるよね。サバ落ちっていうか。名前どうしよう。おいっすー。あ、わこっち。福永さん、48個目さんいらっしゃい。よいしょ。名前どうしよう。しげるとかにしようかな。お筋トレございます。メインはちゃちゃちゃなんですけど、これサブなんで、ちょっとお父さんの名前入れようかな。ちょっと私のお父さんの名前、しげるだから、ちょっと、しげるにしようかなと思います。どうですか、しげる。いきますよ、しげるで始めます。よし。あ、後で帰れるからね。今日から始める。あれ、なんか、ごめんね。すまんの。今ね、多分ね、通知どうのこうのが出たから、ミラーリングしてるのが落ちただけで、グラマス自体は全然落ちてないんだけど。よし、オッケーオッケー、できた。このね、ミラーリングのね、やつが、どうもすぐ落ちちゃうんだよな。お、よし。しげた、そう、56個目さんにして、早速すっとるかい。そうかも。グラマス。あ、マーコさんいらっしゃい。結構エラー多い。なんか時間帯によっては多いね。私ね、あれやってる時間帯が深夜とか早朝だから全然エラーないよ。うん。でしょ。ガチャ何を拾うか楽しみ。よいしょ。でもね、確かになんか20時とかにやったら結構つながりにくくて、あ、もういいやって。朝、深夜やろうみたいな感じになった。どうする？しげるどうする？しげるやっぱガルカかな。しげるとりあえずガルカでいこうか。クエ成功のはずが失敗になったりとか、たまにあるよね。ね、深夜は変えていけ。サーバーがまだ不安定だから、まあ、スタートしたばっかりだからね。ワナリエルがブライらしいね、これ。そうそうなの。ファイナルファンタジー11みたいな感じだよ、ほんとに。じゃあ、ちょっと、ガルカでいきます。しげるガルカいきまーす。よいしょ。しげるたくましいな。たくましいシゲルでいくぞー。そう、イレブンつながりなの。75個目さんいらっしゃい。で、サンドリアから始まるんだよね。音楽良くないですか？お気に入り登録ありがとうございます。音楽良くないですか？これ。82個目さんいらっしゃい。あ、深夜とか大丈夫だ。23時以降かなりね、安定してますよ。82個目さんいらっしゃい。ちょっと音聞きようか。どうですか？これ私、シゲル。おい、そこのまだ、こんなとこで何をしている？音うるさかったら教えてね。見ての通り、今は我々サンドリア、神殿騎士団がモンスターども相手している最中だ。思った以上敵が多くてな。
ここから東にサンドリア王国だ。これねえねえ、クリルラさんって赤 AF の人だよね。よいしょ、クリルラさんってあれだよね、赤 AF の人だよね。これいい音量だった。よいしょ、今倒れたの俺か。赤 AF の人だよね。ねえねえ、いきなりこの人が出てきて、あー赤のアーティファクトのクエストやっててよかったってすごい思った。そう、キャラもね FF11 なんですよ。ロンホだよ、94個目さんいらっしゃい。よいしょ、ダメっぽいエルフ、L1 です、L1。 いや、今はそんなこと言ってる場合ではないか。よし、今から戦い方を教える。ラビットを倒してほしいということね。え、タイミングよしですよ。よし、ワクワク。名誉と引き換えに片目を失った。そう、さようでござる。なんかね、結構ね、クリルラちゃんだけじゃなくていろいろ出てくるんだよ。クビピちゃんとかも出てくるで。で、これで、フィールドを歩いてラビットと戦ってみよう。で、ここにほら、ラビットいるでしょ。ラビット、ね、ラビット、これ、シゲルが私で、ラビットがいるから、このラビットにぶつかれてくる。そしたらここにね、戦闘が始まって、おこちゃん、101個目さんいらっしゃい。102個目さんいらっしゃい。お気に入り登録ございます。戦闘が始まって、で戦うボタンを押すと敵を殴る。で、殴るとほらここのね、黄色ゲージが溜まるでしょ。そう、シンボルエンカウント、黄色ゲージが溜まったらまた殴ることができる。今は殴るの隣の必殺技みたいなのを使って大ダメージを与えましたみたいな感じ。そう、スタミナ制じゃないから長々とできるんだよね。スタミナとかないんだよね、全然。よいしょ、無事にラビットが倒せたようだな。武器の扱いも様になっている。ファイナルファンタジー音楽素晴らしい。110個目さんいらっしゃい。110個目さんいらっしゃい。よいしょ、ドンドン。サーバーがまともだなら、って言ってるんだったらあれじゃないの、時間ずらせばいいんだよ、時間ずらせば。確かになんか20時とかは重いけど、23時ぐらいだったら全然快適だったりする。うん、スタミナ性じゃないのはいいねって。キャップは何でかけてるの。キャップってなんだ。よいしょ、今接続エラー全然出ないよ。よし、その装備に行く子は危険だ。あの武器を倒してやる、武器で行けって言われたんで。キャップなんだろう、 CAP って。キャプチャ、キャプチャはね、これはね、レナンR で始まるやつです。これで多くないと倒しに行くね。読めないや。じゃあポッケ誰も行くとそれを挑戦したけどダメだった。よし、戦う。よいしょ、こう。じゃあ後でお手伝いするよ。で、このね、ここに TP ってあるじゃん、ここに TP ってあるじゃん、この TP を通して必殺技を打つの。強い。あ、若干ゲームの音でかい。わかった、じゃあちょっと下げよっか。119個目さんいらっしゃい。よいしょ、ジョブあるよ、ジョブある。ジョブごとにレベルとかあるし、サポートジョブみたいなのもあるよ。そう、よいしょ、イエーイ、クエストクリアー。今ね、チュートリアルやってる。じゃん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 、詩人やりたい。拍手ございます。なかなかの梅名前だ。だからよかったら一人で限界来るから仲間と一緒に戦うのが必要になるで。よいしょ、一人では限界来るからなーっつって。ライアーさんいらっしゃい。これはお金かかんない、月額おいくらとかないよ。ソロは黒最強って雰囲気があるからな。戦士じゃないかな。よし、サンドリア仲間になってください。後でお手伝い枠するよ。よし、ね、クロメインはソロきついよね、後半になってくると。序盤は結構いいんだけどね。よいしょ、伸びよの全盛期なんだそれは。137個目さんいらっしゃい。じゃあ、私まだあれだよ、一回も課金してない課金全然してない。よしね、これね、ピース実装来るかな。よいしょ、よーし、ランフォール。俺もやってみようかな。やってみて、ガルシラにする。
私は戦士で行こうかなと思ってるんですけどね。とりあえずストーリー読みます。うん、今コツ148個目さんいらっしゃい。よいしょ。じゅじゃらじゃーんじゃーん。あ、脳課金でも全然いけてる。今んとこ私全然脳課金だけど、むしろかなり無双してる。かなり無双してる。よいしょ。お、しげるではないか。課金登録ありがとうございます。まあ、今後多分あの課金するだろうけど、でもなんかそんなに、逆に言えば課金したからといって死ぬほど強くなるってほどでもないみたいな。もう課金したきゃすればええみたいなところがあるから。よし。よし。インスコしてみる。おー、ぜひぜひ、やってみてください。いや、ね、程よくお金かけて楽しみたい。よいしょ。紹介ない、紹介ない。まずはサンドリア城下町で町の人に依頼を受けて冒険者としてどうのこうの。課金メリット、課金するとガチャが引けるんだけど、お、いらっしゃい。160個目さんいらっしゃい。課金するとガチャが引けるんだけど、今のところなんかクエストを進めると500ジェムでガチャが引けるんだけど、あの、なんだろう、 1個クエストを進めると100ジェムもらえるし、毎日300ジェムぐらいあのログインボーナスでもらえるし、あと1日3つなんか精霊ダンジョンみたいなのが来るんだけど、それで1個100ジェムぐらいもらえるし、だからクエストが全部終わっ、まだ私ずっとやってるけど全然クエスト終わってなくて、でクエストが終わったとしてもその最初の曜日の300ジェムとログインの200ジェムがもらえるから、1日1回ガチャはできんじゃねっていう、そういう、だから長くやれば別にまあ無課金でもそこそこ戦えるんじゃないですかっていう。ただ課金者向けのなんかエンドコンテンツみたいなのは用意してるみたいな話は聞きましたけどね。どうなんでしょうね。165個目さん、ヒュージさんいらっしゃい。で、ヒモすれば1回500ジェムくれるとか、そうそうそう、イベントが来てそのイベントクリアしたらまたあのジェムがもらえたりするんだよな。よいしょ。ガチャは武器装備が出るの。そうそうそう、武器装備も出るんだけど、そのイベントとかでいわゆる NM を倒したらあの強い武器が出たりとかもする。よいしょ。お金取ろうございます。ナイタイさんいらっしゃい。無課金でもできそうだし、でもあのいっぱい早く強くなりたい、時間かかれば無課金でもできるけど、いっぱい早く強くなりたいってことだったら課金するみたいな、そんな感じかな。イタヤオイさんいらっしゃい。よいしょ。ベヒンモスな、ベヒンモスの顔。よいしょ。よいしょ。なんせ無課金でも強い人に手伝ってもらえるし、オールオッケー。まあそんな感じ、そんな感じ。全然なんかそこの場にいる人と一緒にできるみたいな感じだから。破壊力バッチリよ。ただあれだよ。リセマラ要素。あ、リセマラ、気になる人はググってください。リセマラのサイトとかググったら一番上とかに出てくるから。FFGM リセマラでやったらそれでおすすめの装備とか出てくるから、それ見たらわかるんじゃないかな。知らない人と気軽に組めるのがいいよね。そうそうそう、文句 AF。 そうだね。よいしょ。リセマラ結構重要になるかもしれないですね。そうだね、なるべくなんならまあでもそこまでこだわらなくてもっていうのもあるけど、しといたらまあ最初強いかなっていうところはあるかな。昨日やったけど重いせいなのかエラーばっかりだったな。なんかね、昨日ね19時ぐらいから23時ぐらいまで重かったみたい。でもなんか時間帯によるみたいだよ。今の時間とかだったら全然困らないし、今日も20時ぐらい重かったしね。てかメンテだったか今日は。いちごかわいい、タルかわいい。シーフ、ワクワク感溢れる方法ね。よし、これで職業を選びましょうって言われました。ジョブが開封されました。最初のジョブとしては戦士、文句、白マン、黒マン、シーフから選べて、一応後でそのなんだっけ、ナイト、ナイトも開放できるのかな。あ、シャントッツさんいらっしゃい。よいしょ。数ヶ月の辛抱だと思う。まだ始まったばかりだから重いのは仕方ないですよ。そうなんだよね。その接続の多い時間帯はね、どうしてもね重くなっちゃうよね。よいしょ。え、メンテの後、私めっちゃ普通に繋がってたけど。なんでだろうね、なんで繋がんないんだろう。昨日はそうだね、20時ぐらいからひどくなってたね。そう、今赤いないんだよな、まだ。お気に入りございます。よし。でも何のゲームも最初そうじゃない、何のゲームも大体そうじゃない、
1日目2日目とか最初の1週間ぐらいはさ、割とあの20時から23時っていうゴールデンタイムは結構何でもさ重くて繋がらないみたいなやつじゃない。あれはやっぱ FF11 だった優秀、グラブル食券マンマイ11と音楽とかね、そうストーリーとかキャラとかもだよ。198個目さんいらっしゃい。だからね、深夜やればいいんだよ、深夜深夜すごい全然大丈夫だから、深夜全然繋がるから深夜やればいいんだよ、深夜。よいしょ、そう、赤ね、はぶられちゃったよいしょ。メインはどんなもん進んでるんですか。メインはね、今ね、どこだっけ、あ、ちょっと忘れちゃったな、後で放送しますこの、チュートリアル終わったらそっちに切り替えて、そっちの方でお話しさせてもらいます。見覚えのある街に、ここですね。そう、3、なんだっけ、サンドリアです、これ。よいしょ。よいしょ、ゴロゴロ地獄だ。シギルの街一時服よいしょ、クリルラちゃんがいるんですよ、クリルラちゃんが。いやー、音がいいよね、ほんとにね。シギルかっこいい。いい働きに期待してるぞ。ちなみに種族はね、選び直せたりもするんですよ。よいしょ。あ、210個目さんいらっしゃい。よ。よいしょ。これで君はジョブは興味はないのか。せっかくだから多くのジョブを経験して生き方を見つめ直してはどうだ。お気に入り登録ありがとうございます。戦士は近接のエキスパート、これね、今ね一番強いらしいよ。今一番強いらしい。あのバッシュさんっていうね、あの武器を手に入れたら後半とかも、最初はちょっと見劣りするけど中盤以降が最強になるんだって。クニさんいらっしゃい。中盤以降が最強になるんだって、戦士。今ちょっと文句はちょっと残念。これから先なんか成長があるんじゃないかなっていう感じ。文句はちょっと今のとこ残念かな。今ちょっとだけね。ジョブバランスが11の反省を生かしてるかどうかが今後の鍵だと思う。まあな。よいしょ。で、これ黒間もね、序盤強いです。序盤から中盤がすごい強いです。いやでもね、なんか修正入るって言ってたよ。文句。なんかあれが反映されてないから修正が入るような頃っつって。で、黒はね、雑魚を、お掃除するのすごい向いてるの。ガキエのね、ファイガとかブリザガとかサンダガとかそういうのですっごい初期と中期はすっごい役に立つの。私ちなみに今クロマです、メインがね。よいしょ。私でもあれだよ、文句サブジョブ文句にしてる、ヒットポイント高くなるもん。メインクロでサブジョブをあれだよ、よいしょ、メイン黒でサブジョブをあれにしてるよ、文句にしてるよ。だってヒットポイント上がるもん、アビリティで。よいしょ、結構やってますよ私よし、公式かってぐらい分かりやすい解説でありがとうございます全然これあれじゃないからね、普通に自分でやってるだけだから。よいしょ、だからコミュゲンでやってます。こっそりコミュゲンでやってます。はい、ジョブの特性を生かしましょう。あとナイトっていうのもあるんだけど、まあ今の段階でその耐えなきゃいけない敵っていうのそこまで少ないから、今のところ需要少ないけど、でも今後耐えなきゃいけない盾が必要なやつとかになると多分また違ってくるんだろうね。こっそりやってる、こっそり。ナミナさん232個目さんいらっしゃい。よいしょ。ナイトがいないパーティーに未来はない俺ナイト、そうだね、ベヒーモスぐらいだね今はね。そうだね。よいしょ。じゃんじゃんじゃらら。サブ文句白魔でも結構効果ある。あるね、やっぱヒットポイント多いっていうのはかなり強いもんね。ってことで私は、戦士やります。戦士やります。よいしょ。こういう方に転職した方がいいっていう解説うまいかな。私あんまりうまくないよ、もうちょっとうまくなりたいね。レイヒは初級しかクリアできなかった。私も初級だけ。忍者とか欲しいよね、全部出てくるんじゃない、そのうち忍者とかね、楽しみだよね。こういうのってやっぱアップデートの方が結構スクエニさんだからしてくれるだろうし。よし、よいしょ。で、装備を整えて戦士さん、カニさん、
カニ強いからね。今回カニマジで強いからね。あれ、あいつマジ強いから。カニ出てくるんだけど、カニほんと、池塚ってサンダガがないともう無理みたいな感じになる。うん。ね、カニ超強いから。カニ。これ、スクエニさんですね。カニの復讐が始まる。昔からカニは強い。ということで、ウサギの毛を求めに行こうと思います。ラビット3匹倒してください。でしょ。カニカニって散々馬券にバカにされてきたから。昔はカニカニファンタジーとかカモ扱いだったら、冷蔵なのめちゃめちゃ強いよ。そこで詰まるもん、いつも。みんなそこで詰まったでしょ、 FFGM やってる人。えんさん戦士でカニ倒せなかった。あっ、サーバーと接続が失敗した。なに、頼みますよ、頼みます。え、よかったよかったよかった、大丈夫。いけしげる、いけしげる、いけ接続エラー。あんまないけどね。シエル、頼むぞ。シエル。ドキ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 。いけた！よかったよかった。グラマソスタートダッシュ配信しまーす。だって面白いんだもん、これ。256個目さんいらっしゃい。ワクチンス、こんなゲームあるんですね。11のデータは引き継げないんですか？ 11のデータは引き継げないけど、データは引き継げないけど、なんかキャラとか世界観も11引き継いでますね。シゲル行くよ、シゲル行くよ、これ。よし、戦う、ボン。で、ここにね、TP っての100あるじゃん。でね、下の方にほら、ここ、いくつ使うっていうのがあるから、ここの黄色が溜まったら、こう、挑発。そう、これで私にターゲットが来るようになりました。よいしょ。完成度ほんと高いと思う。そうだよね。で、ここでバーサスですよ。これでだいぶ攻撃力とか上がったんで戦います。よいしょ。お、65。横の人はね、知らない人。横の人は知らない人。よいしょ。そこの BGM も聞けるよ。シゲル強いで、シュンシュンかな。よいしょ。グラマスの知識がチャージの11に活かされるかもしれない。かもね。交換とかはじゃない。そうだね。違うね。よいしょ。勝手に参加して協力ができるの。そう。全然知らない人と一緒に協力ができるの。よいしょ。ほら、今、メンマって人が来たでしょ。メンマって人が来たでしょ。隣に。この人とね、今ね、一緒に戦ってるんですよ。レイジングアイスクー！ほら、倒したい！ 272 個目さんいらっしゃい。マシ！今ちょっとだけサーバー重いみたい。この状態になるってことは、ちょっと敵を倒した後にちょっとラグがあるってことは、ちょっとだけサーバー重いみたいだね、今ね。おこつ、274個目さんいらっしゃい。イレブンの音楽聴けるだけで価値がありますね。ほんとそこ、ほんとそこ。うん、そう、いちいちパーティー組んだりしないの。一期一会だから。でもね、ジョブエモーションとかで結構なんだろう、交流が図れたりして楽しいんだよ。敵消えてた。ということで、ハイパーラビットタイム、ハイパーラビットタイムです。暑い。イレブンみたいにエリア広がるのかな。きっと広がるだろうね。てか今でもすごい多いもんな。282個目さん、デクさん、284個目さん、スライムさん、287個目さん、ショウさん、289個目さん、クニさん、ミキロくん、ライヤーさん、流星くん、293個目さん、4個目さん、ごめんね、シャントッツさん、296個目さん、297個目さん、ココロビンさん、ポテチ、ケンジさん、ネイドさん、302個目さん、ダビッド、ありがとうございます。元気者さん、いらっしゃい。304個目さん、ハチノコさん、ダイソンさん、ダビッド、ありがとうございます。チューチューチュー。よし、行くぞ。今度は、見て、この赤いのなってるでしょ。これね、今もうね、戦闘中なんですよ。戦ってるんです。ここに入ります。誰かが戦ってるので、この人を助けるために、あれ、戦闘に、入れない！もう戦闘が終わったのかな？お筋トレかございます。あ、入れない！ここも戦闘が終わってる。乱入しようと思ったら終わってる。よし。そう、乱入をしたいんですよね。なるほど。終わってるな、戦闘が。そう、赤いところに本当は入ると乱入できて一緒に共闘することができるんですけど、今ちょっと戦闘が終わってたみたいですね。よい
でしょ。わかりやすく戦う。助かる。よかった。313個目さんいらっしゃる。うさぎさん出てこないかな、うさぎさん。お、よし。ほら、今入ったでしょ。入って、で、しげるも後追いで入ります。髪綺麗だな。ありがとう。314個目さんいらっしゃる。どうしよう。もう戦い終わった後だったら。こんな感じで、野良でどんどん知らない人とパーティーを勝手に組んで、戦っていく感じなんですね。じゃんじゃん、お金登録ありがとうございます。あるあるね。よいしょ。長い長い。で、このクエスト自体がウサギさんを3匹倒せっていうクエストだったので、これで私はクエストがクリアしました。切れないインビジガラ。ブロンズさん絶対寝る。レベルアップ、かわいすぎた。ほら、クエストクリアー、イエーイ。で、これでクエストを1つクリアしました。クリアしたんですけど、クリアすると左ここにね、クエストクリアってボタンがあるね。これを押すと報酬がもらえます。でね、どのクエストもそうなんだけど、1個クエストクリアするとジェムが100ジェムもらえるんですよね。わかる？この左から2番目のクリスタルみたいなやつ、これがジェムなんですけど、これを500ジェム集めたら1回ガチャが引けるって感じだから、まあ、無課金の人もクエスト頑張ったりとか、毎日のクエストをこなしていくとガチャもできちゃうみたいなね。無課金勢も結構遊べるんじゃないかなって私は思ってるんですけどね。ジャム違うな。何ジャムが好き？マーマレードかしら。よいしょ。ジェーム、ジェーム。よいしょ。こんな感じです。どうですか？どうですか？またクリルラさんに話聞こう。で、しかも、話聞くだけでジェムもらえたりするからな、これ。マーマレードボーイ。よし。ジョブは新しいのをするの、モンスターを倒したらどうのこうのとか、スマホゲーム最近すごく凝ってる。これさ、すごくない？この絵すごくない？私すっごいなと思うんだけど。面白そう、俺もやる。お、やってやって、面白いでしょ。よいしょ。とりあえず無料で楽しんでみて、面白かったら勝手にしたらいいんだよ。したかったらしなくてもずっと遊べると思うし、でしたくなったらしたらいいし。よいしょ。まず音がすごいよね。やっぱ画面も綺麗だじゃん。よいしょ。ここら辺の話すだけの報酬っていうのは14のいいとこ取りシステムですね。あ、14そういうシステムあるんだ。よいしょ。1000枚になるぞ。5000まで集めて連続で10回回した。あ、そっちの方がいいらしいね。誰かの尻尾がプラプラしてる。そう、 FF11 もストーリー噛んでるよ。かなり噛んでる。だから例えばなんだろう、ウィンダスのヤグードを、物を納品するみたいな、そういうクエストもあるし、無料だよ、無料。342個目さんいらっしゃる。よいしょ。クリルは可愛いやろが、可愛いか。感慨深いね。よいしょ。こんな感じですわ。よいしょ。あれ、あれ。たるる。出たー！出たー！話を聞いても先に進まないやつ。みんなたまにあったでしょこれ。お金取ろうかございます。ちょっとした不具合で話聞いたのに先に進まないの。みんなあったでしょこれ。たまにあるよねこれね。ひどい時さ、同じクエストずっと10回ぐらい連打してんのみたいな。これに苦しめられた。ね、最初のガチャ S 確定だからね、かなりあるよね。そう、よいしょ。イレブンとグラマスのコラボ企画とか今後あったら楽しそう。楽しそうだね。いいな。最初の回4回ぐらいでした。いや、そのうち治るから。今は出たてだからこうなの。出たてだからこうなの。そのうちなくなるやん。こういうゲームっていつもそうやん。出たてはひどいけど落ち着くやん。全部そうやんか。な。お金取ろうかございます。ご愛嬌ご愛嬌、ネットゲームそんなもんだから。ね。出たてはいつもひどいもんでしょ、みんなそうだよ。よいしょ、せやろ。よいしょ。
コロなってないかな。まあでも別に押すぐらいはそんなにストレスではねえしな。チュチュチュルチュル。あつつ。さあ進んだかな？進みました？クエスト進みました？お願いしますよ。さあどうだ？どうだ？よかった、いけたいけたいけたよ。いやー全然、まあ1回はそういうことあったけど、2回目は大丈夫でしたね。すんだすんだはい、ということで次戦士の試練1のムービーを見てみましょうかね。よしよっしゃ、ストーリーが進んでガッツポーズ。こうやってあれだよ、試行錯誤しながらあれだよ、サーバーと戦えるのは今しかないからね。あとログインボーナスがあるから、毎日早めに始めた方がお得、ガチャ回せる回数増えるから。うん、よいしょ。よし、戦士の港道を進んでみたくなったか。うん、うん、今限定のチョコボ装備も、そう今ねあれだよ、そうこのね、このゲームのすごいところはね、 FF11 と一緒でさ、装備を変えると見た目が変わるの、がっつり装備を変えるとがっつり見た目が変わるんだけど見た目専用装備にすることもできるの、すごくない？すごくない？すごくない？見た目専用装備にすることができるの、11と一緒で、ソーシャルゲームなのに。だからすっごい強いけどダサい装備とか着てても自分の好きな可愛い装備にすることができる。で今そのログインキャンペーンでチョコボに変身できるみたいな、そういう装備があって、それを見た目装備にするみたいなの結構流行ってる。ジエンマガルカで始めたのか。あ、これねあれなの、あのサブアカ iPad だから、メインはねタルタルでやってます。388個目、34歳。そう、見た目はこれだけど実際ガチ性能とかあるからな。アバター装備じゃなくても通常装備もアバター装備にできるのがいい。そうなんだよね、コスプレント AOR ってグリルラさん、390個目さんいらっしゃい。はい、392個目さんいらっしゃい。サブリメン大喜びの機能ね。そうなのよ、ロビー装備あります、ロビー装備はあります。ココロビンさんも早くやって、ミスラミスラのレザー装備がエロい、エロいエロい。以上、チャチャさんの放送見てダウンロードしてみました、ありがとう。チャチャチャと申します、チャチャさんじゃないんです、チャチャチャと申します。よし、バーサクドーン。バーサクは物理攻撃が上がる場合に物理防御が下がるぞって、ディフェンダー、サルタバルドが本家に比べてアホほど怖い。ディフェンダーは物理防御力を上げる代わり物理攻撃力が下がる。チャ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 さん、バーサクディフェンダーは対になったアベルティだ、うまく扱えるようになれば攻守の切り替えが可能だぞ。だって攻撃とかできない、できない。範囲攻撃があった方がいいね。そうだね、範囲攻撃強いね。まだサポートジョブ取れないよ、サポートジョブ難しいよね、なかなかね。挑発、よし、熱い。後でお手伝い枠しましょうか、よかったら。よかったらまだサポートジョブ取れないとかそういう方のためによかったらお手伝いしますけど、よいしょ、これで一旦落ち着いてガチャ回したら、よいしょ。これはいろんな FF じゃなくて11に沿ったストーリーなの。そうだよ、サルタバルタでどこからどこくらいってヒットポイント減ってく、あの恐怖。蚊に強い。FF11 やってなくても楽しめるかな、楽しめそうならやってみたい。 FF11 やってる人は多分懐かしいと思ってやるだろうし、 FF11 やってない人は初めて見るストーリーで楽しいってなると思う。伊勢マラでいい武器が出ないか、408個目さんいらっしゃい。11のスマホ版ってやるか、11もこの底にありますもん、あるね。チュルルルチュルル、サポート取ると幅が広がる。そうなんだよ、かなり強いよサポート。これやってみるわ、ぜひぜひやってくださいよ。
以上、BGM はまんまだし、新曲のバトル BGM のなみごだからええよ。ってことで、プレゼントがいっぱい来てます。ログインボーナス、通算1個目と、毎日100ジェムぐらいもらえるんだね。よし、ジェムいっぱい。ということで、メインアカに切り替える前に、さあ、ガチャタイムしましょうか。ガチャタイム3600ジェムありますからね。ガチャタイムいきましょう。いかがですか皆さん、ガチャタイム、ガチャタイムいきましょう。ガチャタイムいくよ。先生、これで無料でいただいたジェムで最初は S だからね。いくよ、いくぞ。さあ何が来る。はい、ガチャチャ、ガチャチャバンバンバン、ドーン、来い。超激レア、なんだこれは。よいしょ、よいしょ。これは何、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 何、何ができるやつ。これ見れないのがね、あれなんだよね。装備のとこ行かないと。やったー、うわー、すげえ。442個目再生。なんだろう、見てみよっか、見てみようか。何かわからないんだよね。なんだろう、なんだろう。よし、メインがもう、通常装備。ちょ、ここで見れないのがね。よいしょ。惜しいよね。452個目さんでした。挑発さん、挑発さん、挑発さんだって、愛単理、挑発さん。さっき言ってたあれだ、攻撃力を上げて、5、敵一体の敵対心を大きく上昇させる。だって、あれだ。これで、これで、あれだ、盾役ができるんだ。挑発さん、いらない。いらない言うなよ。いらない言うなよ。次いいの出すから。これはリセマラですよ、うるせえ。でもビヒーモス上級になったらいるじゃんこれ。よいしょ、コムゲンに、そうコムゲンにさんに追い、おお、なんか出た、なんか出た。これ何、とりあえず一旦、ま、全部回してから見よっかね。激レア来た、一旦全部回してから見よう。かっこいいで。さあ何が来る、うん、あ、また激レアだ。すごいすごいすごい、475個目さえいらっしゃい。すごいすごいすごい、また激レアだ、すごい。よいしょ、長押しして性能見れんの、見れないじゃん。よよーし、バシバシバシ、おの祭り。あ、これは B だ。あ、長押しして見れる、見れる。知らなかった、長押し、長押しで見れる。知らなかった。見れる。防具いいよね、防具欲しい、防具のエース欲しい。お、見れる、知らなかった。カンカンカン、さあどうだ。あ、 B だ、 B か。スピニングアクス、敵一体に無属性小ダメージを与える。自身の非属性が小、非属性が小アップだって。うん、じゃあラス2、オス猫先生いらっしゃい。 B 防具は10番助かるんだよね。そうそうそう、ダンダンダン、よどう。あー、また B か。あ、これバーサクだ、さっきの介護官だね。最後 SS、最後最後最後、来い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 、ナマリスさんいらっしゃい。来い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 、ファダンダン、どうだ。わあ、超激レア、来た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 、どう。ハイマーブレイク、敵一体に無属性ダメージ、仏棒中断だって。すごい、やったということで、今何回引いたっけ、5回かな、6回かな、6回。これも強い、533個目サイズ、単体技では強い、やった。ベヒンモス、ベヒンモス用のやつになった、いいでしょ。ハイヤーマブレは11にないアビリティなんだ。使おうたかな、使おうたかな。7回か、7回で S を2本、7回で S を2本です。本赤昇格。そんなに強いの、やったぜ。やったぜー。
ということで、じゃあメインアカウントに切り替えようと思います。単純入力がでかい。メインアカウントに切り替えようと思います。うん、いい。本当そうなの？じゃあこれもちょっと使っていくわ。もうなんか消さないよ。やだやだやだ。じゃあこれは一旦そうですね、こうか。いたまってくださいね。よいしょ。本案から方に戻ります。よいしょ。置いて。いや、なんかさ、今のでさ興奮してすげえ汗かいてんだけど。トランプにあげる？よいしょ。すげえ汗かいてんだけど、あっつい。で、次こっちでミラーリングして、あれ、よいしょ、 iPhone の方で Wi-Fi をつなげて、ガチャは脳汁出るね。しかもその脳汁出るガチャが割とサクッと何回もできるところがいいよね。よいしょ。さあ、ちょっとちょっと早く。よいしょ。来た。やっぱり。よーし。これで、フレームなし。フレームなし、フレームなし。ノーフレーム。ノーフレーム、どうやった？ベスト、はい、これだ。ほっ、グラマラス、グラマラスやん、グラマス。よっ、ちょっと待ってね、これじゃないな。熱い、熱い。で、iPhone 版になるんで、ちょっとさっきと画面が少し変わります。お金登録ありがとうございます。よいしょ。iPhone 版になるんで、さっきとちょっと画面が違うんですよね。iPad ちょっと横長だったじゃないですか。これがね、あ、これが、よいしょ。こんな感じになります、これ。iPhone5S。こんな感じです。よいしょ。音が出ない。出た。どうでしょうか。お金登録ありがとうございます。 FFGM どんな感じのゲームですかっていうのを今あの枠でお話ししてたので、よかったタイムシフトとか見てください。よし、ちょっと待ってね、画面をちょっと変えようか。接続良好なら、よいしょ、ダウンロード少なくて快適、快適を意味で、こんくらいか。よいしょ、ちょっと待ってね。あ、みちこいらっしゃい。もうちょっと音下げた方がいい、マジで。よいしょ、こんなもんでいい。よいしょ。もうなんか配信すぎ。わかる。やばいっしょ。超やってんの。いやー、このゲーム面白いわ。やばない？音量いかがですか？音量いかがですか？ちなみに音量いかがですか？よいしょ、マジ？前ランク 5？ そうなの？よいしょ。FF11 のストーリー追い越しそう、確かに。よいしょ。よいしょ、ちょうどいい。わ、ゲームのことしかやることないのかよ、ちょうどいい。うるせえ。よし、いい感じから。よし。よし、じゃあちょっと紹介させてもらっていいですか。私のチャチャチャちゃん、チャチャチャちゃん、チャチャチャ。まだあれなんですけど、戦闘力、あれ、あ、そっか、サポジョブ変えちゃってたんだ。サポジョブを変えちゃってたの、文句にして、ベヒンモスのためにサポジョブ変えちゃってたんだ。よし、あら、かわいいでしょ。イデアスの雑魚ヤグシバコって毎回 NM が出るバグに出会った。課金ゲーって聞いたけど、そんな、私まだ課金してない。599個目さんでした。あざといでしょ。どれだ、ブリーザーがね、ランクエアリティで
バーンでしょ。どれだ。スレプ、違うな。フルスイング、ドレイン、ドリン、これだ。違うわ、ファイヤー2だった。違うわ、ブリザード2だった。ブリザード、じゃないや、サンダー2だった。これ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 。よし。これ私のメインです。私のメインです。ワッキーさんいらっしゃい。ブリザガとファイヤー、そう。見て。ブリザガでしょブリザガでしょ、ファイが。しかも、ファイが2本持ってるの。しかも、ファイが2本持ってるの。あれし。はぁ、強すぎ。ガラダルを超える。サポもですね、今は。今は。よいしょ。帽子死にっぽいんだけど、黒なの。そう、黒なの。同じぐらいの範囲。よいしょ。イレブンだとこの見た目は銀融主人だよね。ああ、そうなんだ。装備セットにつっとけば便利じゃない。そうなんだけどさ。背景黄色ばっかり。結構ね、私、本当に一回も課金しなくてこれだよ。一回も課金しなくてこれだから。結構 S 出るよ。サクッと。サクッと出ますよ。でね、みんな、ちょっとさ、私ずっと我慢してたの。ちょっとね、ずっと我慢、見てこれ。これ。ほら。ちょっとずっとこれ。これ。これ、我慢してたの。みんなと一緒に行こうと思って。マジで大丈夫。これ一生懸命我慢したの、あれね、これ。ねえ。行こうよ。ねえ。めっちゃ我慢してたの。もうずーっとこれ。ずーっと我慢してたの。もう早く行きたい。早く行きたい、行きたい、行きたい、行きたいってなってたの。もう一生懸命我慢したから。やるよみんな祈って。ね、私は今クロマなんですけど、クロマで欲しい杖がないから戦士にしようかなと思って。で、戦士メインクロマみたいな感じにしようと思うの。戦士メインクロマみたいな感じに なるからやろうと思うから、戦士のガチャを引こうと思うの。どうかな。戦士のガチャを引こうと思うの。戦士のガチャ、そう、戦士メインサポクロ、そうにしようかなと思ってて、殴れるし、雑魚は雑魚でバーンってできるみたいな感じにしようかなと思って。でね、これね、メインでやったらサポの持ってる装備のアビリティも使えるの。筋トロカーじゃないです。黒の防具もね、ちょっと欲しいんだけど、でも戦士ガチャ引いちゃいます。消えてたろ。先ほど使った運がどう響くか楽しみ。まあ確かに。いくよー、戦士。戦士ガチャ10連いけますよ。いけますよー、いけますよー。ワクワク取らない。うわお願い、祈って、お願い。でもお願い、祈って。あー、やばい、熱くなってきた。お願い。お願いします。祈って。いくよー。はい。さあ、どう来る？3人だ！ 3 人！ S! 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 わっ！激レア！ラビー！ 7！ 激レア！ちょ、見れないの？これ見れないの？あ、S 来ないの？あ、超激レア！来た！何が来た？まず1個目が、バーサク2。お金取ろうか、ございます。この銀は？これは？ランページ。よいしょ。1個来たね、S。よいしょ。これが、レーザーヘリー。これも倍速。これ、期待の S は？ハイウェポンブレイク。ハイウェポンブレイク、どうこれ。倍速2もかなり当たりなんだ。どう？いいの？バーサク3の次に欲しいやつ。そうだろ。すげえろ。やったーやったー、強運らしい。やったー、わかんないけど、やったーやったーゲットー。バーサク3の次だって。じゃあ、かわいいでしょ。何言ってんの。ミチコよりはいいでしょ。よし、
全体攻撃は欲しかったけど、まあね、全体攻撃欲しかったけど、それはファイガーとかブリザガがあるからまあいいから、よいしょ、かなり運いい、よーし、よいしょ、巡連エフェクトね。なんか来たらよかったね。よいしょ。うん。ファイがあるから全くいらない全体攻撃やもね。それあるな。とりあえず、このね、あのね、私やりたいと思ってるのが、アビリティっていうのがあって、アビリティっていうのがね、ほら、あるのよ。あの、FF と一緒なんだけど、11と一緒なんだけど、アビリティっていうのがあって、レベル上がってもそんなにキャラの性能は上がらないんだけど、アビリティがもらえて、で、このアビリティは、ジョブ、このジョブじゃないと、ゲットでき、できないジョブ、あ、できないアビリティと、あと、ジョブを変えても引き継がれるアビリティみたいなのある。可愛いに変わってる。742個目3年生。とりあえずバーサク2、3回かけてランページでベヒ上級はクリアできるパーティーによるけど、そうなんだ。じゃあやってみる。やってみる、やってみる。バーサク2を3回かけてランページでベヒ上級。うんうんうん。民謡の防具欲しいところだよね。ないと、一応解放した。一応解放した。で、これ30になったら、今あれだよね、30なんだよね。今30なんだよね、確か上限。熱い。よいしょ。30なんだよね、違う？レベル上限って違うっけ？知らない？なんか30って聞いたんだけど、30は超える？え、上限50なの？そうなの？筋トレかじゃめす。チャーちゃんこれかなり長時間の分使ってるし、2日間寝込んでた間これずっとやってたなんて、そんなの来週だよ。50なんだ。50か、50までいけるんだ。じゃあどうしようかな。じゃあ一旦メインを戦士にしてレベリングしましょうか。廃人うるさい。だって一応腰痛くて起き上がれなかったからインストール中。ありがとう。ね、いつまでもやれるからね、スタミナ制じゃないから。じゃあメインを戦士にして戦士のレベル上げましょうか。そう、腰痛いのおばあちゃん、おばあちゃん、よいしょ、おばあちゃんだよ。で、上部、よいしょ、いいですね、 Wi-Fi つなげた、本格的にやりたいですね。やってやって、よいしょ、武器でアビ覚えるの、そうそうそう、なのよくわかってないけど、武器でアビ覚えるの、なんかわかんないことあったら聞いてください。なんか多分なん、あんまり解説しきってないところあると思うんで、わかんないことあったら聞いてください。あの、私もわかんないことあるけどね。私もわかんないことあるけど、わかんないことあったら聞いてください。筋トレかじゃいます。ランク15の僕に何でも聞いてください。それはすごい。ラジオ体操してるよ。ちゃんと。でも、昨日、一昨日はしてない。武器にアビリティがついてるのかな。そう、武器にアビリティがついてるの。職業の今のおすすめって何？今は戦士かな、やっぱり。どこで回しもんだよ。いやもうね、盛り上がってほしいんだよね。なんかさ、すごい好きなゲームってみんなさ、人に勧めない？私そういうタイプなんだけど、自分が好きなゲームをすっげえ人に勧めるタイプ。スリーサイズは上から90ホニャララと50ホニャララと、90ホニャララですね。よいしょ。メイン1でもサポジョブ20まで上げれば10まで反映される。そうなんだよ、そこそこそこ。よいしょ、わかんないことあって聞いてください、リスナーが答えます。はい、775個目さんいらっしゃい。はい、779個目さんいらっしゃい。初期ジョブは最初からある？あるよ。ある。で、ナイトは、上位ジョブは今ナイトしかないんだけど、ナイトは、クエスト進んで寝ていけば解放されるみたいな感じ。お金登録ありがとうございます。嘘、何の嘘？何の嘘や？よし。じゃあ、ちょっと装備整えよう。装備。どれだっけ？バーサクが強いんだっけ？これか、ハイウェポンでしょ？で、バーサク2か。バーサク2。で、ファイが、そう、ブリザが。これかな？バーサクを拾った時点でアタッカー。ほうほうほう。ナイトは選べない。後から選べるよ。うん。よいしょ。サブ飛ぶ上が意外ときつい。まあね。俺もログインするか。ファイが2本あるの。そう、ファイが2本ある。え、延長。あ、ごめんね、延長します。はい、ファイパーファイガタイム。ハイパーファイガタイムです。ファイが2本あるんだよな。
パイが2本あんだよな、これな。よチーフメンディやっておりますわ。回避と会心だね。いいね。ファイガー !93 個目さん、ケンちゃん、ショウさん、エミキロ君、クロビンさん、ファイガーありがとうございます。ヨシイコさん、いらっしゃい。799個目さん、スライムさん、ファイガーありがとうございます。ちょっとメタルギアと混ざってるんですけど、802個目さん、803個目さん、ポテチ、ファイガーありがとうございます。はい、ファイガーさん、ご提案ありがとうございます。はい、ヨシイコさん、ケンジさん、元気村さん、レンレンさん、ファイガーありがとうございます。もう眠いから、他の美人生主のところ行ってくるわ。本日の茶番でーす。よいしょ。じゃあここまでテンプレ、ここまでテンプレですからね。よーし、適当に防具をつけて、お、ぶっ壊って持ってみたんですよ。よし、適当に防具をつけて、これが、よし、チーヤの調子。さっき起きたからね。よいしょ、やっぱりブッシュじゃね。別ブッシュ族、ごめんね。待ってんの。はい、よし、じゃあ行きます。行きます。もう私負けた。私も1回でいい、こういうのは。こういうのはね、1週間に1回ぐらい。でね、ジョブクエストっていうのがあって、そのクエストごとのジョブがあるのよ。で、その今のメインジョブになってるだけ、早送りバージョン。そう、イザード装備よく再現できてるね。で、クロマード、今戦士の心得っていうのがあって、あのこのジョブをクリアしていくといい防具が手に入る。普通なんかさ、こういうゲームってさ、防具とか武器とかガチャでしか手に入らないってイメージだけど、このクエストをクリアしていくことでいい防具とか A とか S とかの防具がもらえたりする。なのでこれをどんどん進めていこうと思います。います。お気に入り登録ありがとうございます。チュルチュ。ジョブクエなら S の銅確定でもらえますよ。そうなんだよね。でもそれあれだもんね、結構結構だ、あれなんだよな。あの戦闘能力必要なんだよね。はい、戦士の道を進んでみたくなったか。さっきのあれですね、あの戦士のガルカの時のやつと一緒ですね。行ってきます。クリルラさんの同じクエストです。さあ、ここでストーリーが進んでくれるか。ここでストーリーが進んでくれるか、進んでくれるかな。ドキドキしてきた。まだジョブクエスト3がクリアできない。何のジョブやってるの。よし、私もね、メインの黒はね、まだジョブ6までしかやってない。7に行くのに戦闘能力7500以上必要だって言われて、お前の戦闘能力がまだ7200だろ、7500になってから来いって言われて、まだね、行けてないの。まだ行けてないんだよな。でもそのうち最終的に戦士をメインにしようと思ってるから、まあ別にクリアできなくてもいいかと思って、ちょっと投げちゃってるけど。よいしょ、さっきの戦士装備ついてるね。うん、城まで帰省するしか。お待ちしております。お待ちしております。よーし、 SM11 なんやな。そうなの。855個目さん、いらっしゃい。 FF11 から引き続き白魔導士メイン。うん、いいじゃん。この子さ、お腹プニプニしてていいよね。結構好きなんだけど、プリルはさ、お腹プニプニしてて可愛くない。あ、カニか。カニか。お腹プニプニしてて可愛くない、これ。プニプニしてて可愛くない、これ。キワー。うん、あ、ククロミン
さん広告ありがとうございます。 FF グランドマスターズ美人すぎる広報さんのはい、広報じゃありません。広告ありがとうございます。広告くびれのないとこ一緒。私すげえくびれだよ、こうだよね。空腹あったらわかると思うけど、あのね、おっぱいでかいのにお腹が小さすぎてお尻がでかすぎるからでしょ、まあ、外人体型ですよ、外人さんだからね。空腹ここからありがとうございます。はぇー、あら、ついいらっしゃい。よいしょ、こんなのクリエラちゃん、かわいいやん、かわいいやんこれ。戦士の教官はクリエラじゃない方が良かったっていうのがイレブンミンの正直な感想。そうなんだ。よいしょ、あの戦士の誇りを失ってしまったっていうのは聞きましたけど、藤子よし、よし、じゃあは、タイニートレントっていうのをね倒しに行こうと思います。クイルアワイトっていう固定概念があるから、あ、そういうことね、ナイトの誇りを失ったってそういうことか、そういうことか。じゃあタイニートレントっていうのをね倒しに行きます。あ、ちょっとこれ、これね、これ倒しに行きます。おさえなげな童貞を、はい、ファイダー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 、はい、無双こんがり焼けました、ファイダー、どんどん行きますよ。はい、あの人がね一生懸命戦ってるとこに乱入します。とか一生懸命、すごい顔だった。883個目参上。あ、終わってた終わってた、メイン来るんだ、違う終わってた、味方ポカーンあ、帰省しちゃった、帰省しちゃった。まあたまには、たまにはね。はい、タイニートレントまたいました。よいしょ、赤間かな、はい、ファイガー、ボゲも始まるからループあの、あんまり連打しすぎるとエラーで始まらないらしいから、連打はあんまりやめといた方がいいかも。よし、人が一生懸命戦闘してるのを華麗に華麗に燃やし尽くす黒魔の、黒魔の鏡黒魔の鏡、はい、クエストクリアです。ということで荒らしたら言わないね。よし、喜ばれるから、比較的喜ばれるから、この行動は。よいしょ。ワールドというか、まあ、チャンネルみたいな感じでありますよ。あります。何人ま、一つのところに何人までみたいな決まってるから。パンパン。ほら、レアな装備がもらった。よいしょ。仲間の空振りが虚しく響く。ニューエンダショーの誕生である。よし、続けていきます、先生。次はレッドバード10匹倒そう。いきます。よし、頑張るぞ。プロチョウチ、自分のサポに手伝って。え、何のサポ？あ、サポジョブで、いくつ？いいよ、手伝うよ。えいじゃん。カニ？カニ？えいじゃん。次は焼き鳥にします。ちゃちゃ、おらん。おらんよ。よいしょ。焼き鳥。うい、レッドバード。ファイガー狙ってマッチングできます。1から20ぐらいまでサーバーがあるんで、それを先に選択してやればマッチングできますね。最初に入るときにランダムで入らないで場所を選んでやるみたいな。よいしょ、はい、ファイガードヤドヤ、選手の戦術ではないすいませんね。よいしょ、正体みたいに召喚できればいいんだけどね。実際本当だよね、できればいいんだけどね。アルツ消毒だー。よいしょ、斧持って魔法戦士涙目。でもこれが逆転するんですよ、そのうち。ここまで戦士要素なし出ないかな。よいしょ、こっちにもフェイスを導入して、来ないな。
早く早く湧いた、行くぞ。パーティーで戦うと貢献度で報酬変わったりするんですか。なんかいた時間で結構変わるみたい。タイガー納期過去炎フォローすれば即その人のとこにテレポできる。へえー、そうなんだ。焼き鳥だ。よし、ナイト解放いいよ、手伝うよ。よいしょ、ファイが使い放題あのこの TP がなくなるまでは使い放題ですね。920個目3位だし TP が減ってるんだ。よいしょ、あーフレが ID なんだ。よよし、じゃあまずサポートジョブの手伝いしてほしいって言ってた人誰だっけ、誰だっけ、サポートジョブの手伝いしてほしいって言ってた人誰だっけ、いる、お手伝い枠するけど。スライムさん、サポートジョブのいくつ目、いくつ目、よいしょよいしょよいしょよし、これクリストクリア、よし、よ、サポジョのいくつ、いくつ目いくつ目や、どれや、どれや、サポートお願い、サポートジョブのいくつ目や、どれや。 40% 要領、そうだね、最初はね、彼女が通った後は焼け野ヶ原は広がってるんだった。今起動しとるか。じゃあ先にナイトジョブの解放お手伝いさせてもらおうと思います。ナイト解放どれですか、ナイト解放、ナイト解放先にお手伝いさせてもらおうと思うんですが、いくつですか。よいしょ、 TP 時間回復ですね。ただ1回のクエストで最初に持っていける TP があって、だいたいそれのうちでな、あの終わったりします。よいしょ、同じクエストをループしたり固まったりする、それ連打しすぎだよ。932個目さんいらっしゃい、顔に見合わずめっちゃいいやつだな、うるせえ2つ目にレベル10に突っ込んで即死した。じゃあ2つ目いく、ないと6で止まってる。じゃあ6手伝おっか、いいよ。ブラン、あ、ブラビリーバジル強いよねこれ、確か強いなこれ。通常攻撃で10回復します。もう少し後で、オッケーオッケー。じゃあナイト2で止まってる人いたら2行きますよ。よいしょ、あ、ありがとうございます、とんでもない。よいしょ、ナイト2行きます。ルーム選んでシュンシュンいけるかな。ルーム17、ルーム17です。ワールド5のルーム17です。ワールド5ルーム17、ワールド5ルーム17です。ナイトの解放クエ2いけるかな、いけたかな。あ、サポジョブの2回、おいおいおいありがとうOK、 じゃあサポジョブの2しましょうかいいよ、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、すぐできるから。サポートジョブの2の5の17、サポートジョブ2の5の17お手伝いします。よいしょ、ルーム5の17です。ワールド5 17お願いします。さあ来るかな、誰も来ない誰も来ない。最初のジョブおすすめはね、戦士ですね、戦士か黒魔なんですけど。よいしょ、よいしょ、人気なさすぎかも、やばい、悲しい。よいしょ、釣られたかもしれない。よいしょ、もうシュンシュン知らない。よし、もうここにいる人たち手伝うもん、ここにいる人たち手伝うから、もういい、もうここのいる2人の人手伝うから、ちゃんと2人ちゃん、しかもちゃんと2人が来たことを確認してからファイが打つから、ほら偉い、こうしないと他の人入らないから、聞いとろかじゃねえ。
シュンシュンはお手伝いしません。知らない。もうちゃんとちゃんと気遣うから、はい、おいでみんな来い。はい、一回殴って、でみんな4人揃ったことを揃わない確認。私いらない子だ。私いらない子だった。あ、夏木さん、バチさん、本当だ、リスナーさんだった。もういい、もういい。あ、シュンシュン来た。そんなことないよ。よいしょ。ナイトのリスナーの当たりなんだろうね。なんだろう。誰かわかる？ないと思う。リセマロのあたり。こちらはサーバー接続に失敗しましたが、ダーツ。一回ね、ゲーム自体を消してみた方がいいかも。よし。よし。行くよー、シュンシュン。シュンシュン。行くよ、ここ。ほら、入って。よいしょ。よいしょ。お手伝いするのは違うクエストで入られるとクリアして終わって、はぶれる人出ちゃう？そうだね、次から気をつける。ナイトはランパートですね、らしいです。アバター装備チョコボの私です。おお、そうなんだ、オッケー。やっちゃらー、もう一回入ればいいやん。ほら、シュンシュン行くよ。シュンシュン、シュンシュン行くよ。ほら、シュンシュン行って。よし、で、結局面白いの、超面白い。超面白い。967個目さえね、ランパートっていうのがナイトで強いらしいです。よいしょ、熱い。あ、これで私クエストクリアしちゃった。ここで私クエストクリアしちゃったな。シュシュ、じゃあそこにいる人に手伝ってもらってください。ボーン。じゃあそこにいる人に手伝ってもらってください。嘘です、嘘だよ。ちゃんと行くよ。ちゃんと行くよ。はい、もう一回追っかけていきます。よし、もう一回追っかけていきます。投げたー。じゃろ。グランソード声優クイーン諦めたの間違いだったのか。あ、そうなの。こう、よいしょ、こう。さあ、シュンシュンはどこにいるのかな。シュンシュンはどこにいるのかな。よいしょ、あ、クリアしたらしい。もうね、私シュンシュンのお手伝いだけはもうしないって決めました。もうシュンシュンのお手伝いだけはしないって決めました。お気に入り登録ありがとうございます。もうもう知らない。ってことで、次どっか手伝ってくださいとかありますか。こんな感じでグダグダですが、どっか手伝ってくださいとかあれば、リスナーさんもね、多分強い人多いんで手伝ってくれると思います。ナイトの2できますか。あ、了解です。じゃあナイトの2いきます。リスナーさんも手伝ってくださる方いらっしゃったら一緒に手伝ってください。ナイトの東洋試験に行きます。サーバーの手伝ってください。それはできないな。じゃあこれもワールドコの17、ワールドコのルーム17でいきますね。ワールドコのルーム17でいきます。よっ、よいしょ。ナイト3のカニ、じゃあその次ナイトの3のカニ行こうか。続けてね、ちょうどいいから。さあ行きましょう。準備できた？ちょっと待ってね。じゃあお願いします。どこだ、どこにいる。ナイトの2ルーム17、ポツン。この人かな。誰だ、手伝ってくださいって言った人誰だ。 OK かな、来たかな、手伝ってくださいの人多分ね。よいしょ、一回アプリを一回消してもう一回やると繋がると思う。お気に入り登録ありがとうございます。いる、いる、よし、じゃあ行こう。いるなら OK、 行くぞー。一応みんな4人が入ってから、4人全員入ってから、入っ
ったこと確認してから打ちますね。ほい、はい、ファイガー、よし、レベル35、オッケー、ナイスー、解放クエスト、お疲れ様ですリスナーさん強かった、よしよし、次行きましょうよ、よし、あ、ウルトラさん了解です、よ、前が進まないみたいなんで最初から備えちゃうね、はい、お疲れ様ですサバさん強い、サバさん強い、サバさん強い、サバさん強いよ、よし、よいしょ、お疲れ様ですやばい、楽しいなんかお手伝いできるのって楽しいよね、しかもさ、自分にも経験値とかお金とかいっぱい入るんだ、でそのギルっていうお金が入るんだけどね、そのお金でね、武器とか防具とかが早くかかるね、武器とか防具とかがなんだろう、強化されてより自分も強くなったりするんだ、よいしょ、心得の方か、あー私心得まだやってないや、ごめんねまだ 1もやってないや、ないと、チュ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 ルホ、よし、楽しいな、あ、次これが、よし、よいしょ、よいしょ、属性とかレジストとかもあるよ、あるよね、よいしょ、装備でなんか炎の、お疲れ様です、装備で炎の装備で固めたら炎のね、あの技が強くできたりするの、ありがとうございました、とんでもない、お疲れ様です、よいしょ、これ死んでもパーティーがクリアすればクリアになるのかな、なるよ、なるなる、お疲れ様です、お手伝いいただいた方もありがとうございました、よし、で最後にギルももらえるし、お金ももらえるしで、お手伝いしてもね、結構ね、自分にとって得が結構あるんですよ。ね、今さっき喋ってたのが、強化合成っていうのがあって、装備をどんどん強くすることができるの。でしょ。ランパートないとないと、私ね、ごめん、ないとわかんないんだよな。どうなんだろうね。でしょ。で、武器にもほら、属性っていうのがあって、なんか左上に丸みたいなのあるの、見える、これ名前にたまらないの、ここ風とか氷とか水とか炎とかあって、でこれの同じ属性を組み合わせて合成するとよりよりいい、よりレベルが上がりやすい、よいしょ、面白いかどうか主のやり込みとテンションが物語ってるまあね、これはブラウザーゲーではない、これはね、これは戦争だこれはゲームではない、戦争だ、よし、よいしょ、で同じ属性のやつをこう合成するとよくあるの、 FF には属性必須だよな、にゃー、属性必要、そう属性必要なんだよ、よし、で、これ、こうやってほら、属性を合わせて。よしだーとりあえず最初の S 武器は報酬で取れるアダマン、出ちゃったと、アダマンさんとで強化したのもいいね。属性なくしてバランス調整放棄した F14 の話した。え、そうなの？よいしょ。これで、武器と同じ属性で、こうやって、入れるとこうやって、レベルがたくさん上がって、武器が強くなって、また攻撃がたくさんできるようになります。ランパードがなくても白がいれば今のとこなんとかなる、あ、そうなんだ、そうするとちょっと見にくいけどパラメーターがね、ほら上がります、錬金がかわいい、かわいい、ほら属性も上がるんです、属性も上がるんです、すげえニコニコしてる、だって楽しい、それんせー楽しいこうやってね、でね、どんどんね上がるじゃん、でね、レベルもね、なんかね、マックス上限みたいなのあるんだけど、そのマックス上限もね、なんか1、2、月曜日とかだったら、なんか、
日曜日は闇のクリスタルとか、月曜日はなんか月のクリスタルとか火のクリスタルとかもらって集めて、それで限界突破みたいなのあるの、限界突破とかあるの、限界突破とかどん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 強くなるの、やればやるだけ。しかもなんかもうなんかね、だから課金だ、逆を言うと課金すれば強くなるんじゃないの、課金したって強くなんないの、逆に課金したら確かにベースがあるから強くはなるかもしんないけど、でもね課金だけじゃダメなんだよ。そうダメなんだよこのゲーム。そうアレルゼロさんいらっしゃい楽しいこんなに楽しいゲームはあるかあー楽しいなーいやー楽しいなよいしょ、長時間やれる体力が必要。お気に入り登録ありがとうございます。まあ、短時間でもね、毎日コンスタンスにやってたらどんどん上がっていくし、よいしょ。あ、そうだね、雷のダンジョンだったね、月曜日だった。あ、もうないな、もうないな、なくなっちゃった雷。ふぅ、お布団の中でもはかどる。そう暑い。今何時間？1時間半。よいしょ。固く何もせんで進む。いいんじゃないの？だって文句って逆にさ、今後さ、なんかさ、今全然少ないからさ、必要になった時にさ、ベヒーモスみたいな感じでさ、イベントが来た時にすごい必要になったりすると思うから。必要だと思う。どんどんやればいいと思う。とりあえず今はレベルが上げたいね。ということで、クエストに行きたいんですが、あれ？ねえねえねえ。ねえねえねえ。ちゃんもう全部終わったのかな、クエスト。ねえねえねえ、ちゃちゃんこれ全部終わったのかな、もしかしてマップスライドしたら出るかな。あ、あった、ザルクヘイム。あ、じゃあクリアあったあったあった、ザルクヘイム、ヘイムバストゥークを目指してクリアまだだよ、よかった、まだあった、まだストーリー楽しめる。 BGM が噛みすぎるな。よいしょ。実装分クリアとかやばない。いや、これまだ私半分ぐらいしか行ってないと思う。こんだけやったけど、まだ実装分半分ぐらいしかやってないと思う。船の BGM いいよね。 BGM は11のままなんですか。そうだからすごい高なる。衣装が青い加藤 T さんでした。粘土蝶々来た。いやー楽しいなー。いや、ということで、よいしょ、ハイパーバス船長タイム、ハイパー船長タイムです。少しオリジナルの BGM もあるよ。だってさ、ハイパー船長タイムです。はい、1043個目さん、ミキエロくん、ふくろみんさん、なまりさん、ラツイ、ケンジさん、1049個目さん、1050個目さん、スライムさん、元気者さん、バチスタさん、1054個目さん、1055個目さん、レンレンさん、ネズさん、シュジさん、シャントツさん、船長ありがとうございます。熱い。14しか入ってないから新鮮です。あれ面白いよこれ、ほんとね。ダイソンさん、船長ありがとうございます。あー楽しいな。ねえねえねえ、どういうことしたら盛り上がるかな。ポテチ船長ありがとうございます。みんなと一緒にさ、今日はどこそこのワールドで何々借りましょうっつって、あ、 NM からのドロップの装備とかも狙ってもいいかもね。私が村長です船長ですか、村長じゃないや、お金取ろうかありがとうございます。私が町長です。いやー、どうしようかな。サーバーが落ちる。え、なんで
同じ、あの、かそったところで集まってやればいいんじゃないの。調整後を見越してあえて文句で始めるのもあり。そう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 、文句もね、なんか調整されたら強くなるらしいもんね。今みたいに開放枠は面白いかもね。そうだね、雷のダンジョン人が多い。よし、じゃじゃーん、バンバンバン。クランみたいなのあるんですか。え、あるの。どう、ある。全然それは見てないな。多分フレンドみたいなのはあるけど。よいしょ。イレブンの反省だと思う。文句が今弱いのは。そうなの。赤間はね、まだないの。今後は出るかもしんないけど、まだないね。 LS とかできそうだけどね。できてもいいよね、そのうちね。まあでもなんかゆるーくさ、ぶっちゃけていい、ぶっちゃけていい。このさ、ゆるーくなんとなく野良でなんとなーくやれてる今も結構楽しい。あったらいいなと思うけど。あ、落ちちゃった。あ、ごめん、バッテリーの量が残り 20% になっちゃったから、ゲーム自体は落ちてないけど、よいしょ、よいしょ。ゲーム自体が落ちてないけど、iPhone が落ちた。よいしょ。よっ。ごめんね。よっ。iPhone が落ちた。ふぅ。にゃっ。わかる？よし、これでフレームアウトして、のフレームで、オッケー。ただいまただいま。これ落ちないでしょ、 FF 自体は。よいしょ。お、主婦いらっしゃい。主婦、これ面白いよ、これ。ゲームとか通知来ないようにしてんの？ IC カードIC カード抜いてるIC カード自体を抜いてる、これ。今放送中だから。ユニティみたいな方がいいかも。あ、ユニティいいね。ゆるく繋がってる感じがいいもんね。はいではない、普通の場合はようやくオルデール。え、早いじゃん、オルデール。ちょ、待て待て。いや、電話かかってきたらだって番号とか出ちゃうじゃん。ダメだよ、それは。よし。おっと、リザードを3体倒すってクエストなのかな。回線順調ですね。お気に入り登録ありがとうございます。バイバーイ。あ、これ勝てない、これ勝てない、これ勝てない、チャーちゃん、これ勝てない。勝てなかった。調子乗ってた。何枚だ。だってリザードレベル58だもんね。今私あれだよ、レベル3だよ。レベル3じゃない、レベル7だよ、7 うん。誰かいないかな、手伝ってくる人いないかな、ここら辺とかに。いや、誰もいないな。しょうがない。どうしようかな、どうしようもねえな。火力が足りない。ブリザが、ブリザがやってみよう。ブリザが、ブリザがやってみよう。どうや。お、ブリザが効くけど属性値が足りなくてダメだ。あ、ペナルティーありません死んでもペナルティーはありません。悲しい。プリケツ、本日2回目のプリケツ。しょうがない、諦めて雷のダンジョンでも行きましょうか。そう、進みすぎた罰だ雷のダンジョンでレベリングでもしますかね。あつつ、コガドリス。よし、あ、いけない。にょ、カマラデリアクスっていうのが出ました。え、どんなやつだろう、何が使えるやつ。ホイガーのペナステキ。回線切れるたびにさ、回
配線切れるたびにペナルティ食らってたら嫌だもんね。ここぐらいなら無双できるな。よいしょ、よいしょ、よし。あー楽しい。みんなやってるの？やっぱこの時間帯本当にさ、この時間帯本当に快適だよね。夕方とか夜間とか、あどうしようと思ったけど、どうしようと思う回転の安定しなささだけど、この時間帯は本当本当いいよね。これね意外とハマるのよね。ねえハマる。しかも回線もかなりいい。みんな頑張ってこの時間起きてりゃいいんだよ。初見です。初見の1116個目さんいらっしゃい。落ち着いてきたんでプレイし始めました。よいしょ。気づいてる？時間経ってたのよね。チュッチュッチュルー、あるある。よいしょよいしょよいしょ。ねね、ファイが使ってたらTP がなくなるでしょ。左上の黄色いゲージがなくなるでしょ。そしたらねもうね必殺技が唱えられないの。要は TP が MP みたいな感じだからね。これで待ってるの。 TP が回復するの。早すぎてスマホね。スマホそう。ギルは何に使う？ね、さっき見せたんだけど、強化合成って言って武器自体、武器や防具を合成錬金することによって武器とか防具が強くなっていくんだけど、ベースのね、ベースの武器防具が強くなってくるんだけど、その時にギルが必要。そのレベルを上げるっていう作業自体に、錬金をするっていうこと自体にギルが必要。あとはそのギル自体をギルガチャっていうのがあって、ギルガチャっていうのがあって、そのギルでガチャしたら武器とか防具が出てくるから、総合成費用、武器とか防具とかギルガチャっていうのがあって、武器とか防具とか出てくるから、それを合成素材に使ったりとか、あとはなんとみんな知らないでしょ、ギルガチャでも S 出るんですよ。あ今リスナーさんだ。ギルガチャでも S は出るんですよ。ギルガチャでも S は出ます。マジマジマジ、すごい少ないよ、すごい少ない確率だけど、ギルガチャでもね S 出ます。全部のランクが出ますって明記がありますから、うん、で報告もあります。全部のランクが出るっていう明記プラスね、うん、全部のランクが出ますっていう明記プラスの実際の報告もありますから、 S は出ます。ただすげー少ないよ。ただすげー少ないね。ギルガチャです。そうだから納課金税とかでも全然楽しめる。200回出ました。嘘つけんはよいしょ。いや惜しい。だからどんどん戦ってお金を貯めて、どんどん戦ってお金を貯めて、ギルガチャを引いて、S を狙うのもいいと思います。何でもできる、何でもできんだよな。2000% 出ます。あー楽しい。ギルガチャで何回 S 出るかとか検証動画を出そう。あーそれいいかも。私やってみようかな。ギル貯めて、ギルすぐ貯まりますよね。ねえ貯まるよね。イントロ変えちゃいます。ちょっとやろっかな。それ動画上げてみようかな。よいしょ。作っても動画上げてみよう。アイテム500個持てる。結構多い。そうそうそう。しかもそれをまたね、さらに1000個まで持てるようにできるんだよね。よいしょ。やってみるか。ギル貯めて。でもな、合成で強くもしたいしな。お金取ろうか、ございます。よっ。ほいどーん。超こでかいの評価できるよね。でもそれ最高ね、1000までできるよ。課金だけど。課金ってかジェムか。100ジェムで5個ずつ上げれるから、100ジェムで5個だから、1000ジェムあったら
1000ジェム50個、1万ジェムあったら1000まで上がるか。ね、1万ジェムあったら1000まで。そう、珍しいよね。1万ジェム。1万ジェムってことは5000円ぐらいかな。1万ジェムってことは5000円ぐらい。メインで使うのもったいないし。よっ。5000円ぐらいで拡張できるみたいな感じ。チュッチュチュー。ギルガチャ専用、さっきガルカのサブでやればいいかも。そうしよっかな。そうだね。それもいいかもね。あの、あれでしょ。2つとも同時にこう動かしてさ。同時に動かして1人でベヒーモス倒したりするんでしょ。よいしょ。これで月額500円とかだったら最高なのに。そう？よいしょ。無料だから面白くない。にやかさからお金取ろうございます。よいしょ、よっ、よいしょ、にやか使い、ほっほっ、よっ、よし。ファイガー、あれ、ファイガー使えない、やばい、しまった。よし、使えた。ふぃ、サービス続かないしな。ん？あ、でもガチャ、ガチャ買う人は買うでしょ。あの、みんな我々が思う以上のお金持ちっていうのがいて我々が思う以上のお金持ちっていうのは世の中に存在して、あの、月500万とか使う人もおるらしいで。100万とか500万とかボンボン入れる人とか、そう、ソシャゲ課金する人はマジでガチだから。でも来た、アーメット、そう、課金様がいらっしゃるから。若い人の方が抵抗ないのかな、課金とか。どうなんだろうね、どうだろう。私、課金に抵抗ない方だと思う、私はね。でって、あの、ゲームとかでも私ほとんど中古で買わないの。私、あくまで私の話で、別に中古買う人がどうとかっていう話じゃなくて、私はゲームまずほとんど中古で買わないの。なんでもなるべくバーチャルコンソールにしたりするの。もう中古しかないのはしょうがないって感じだけど、なるべくね、企業さんにお金か入るように買う。だから例えば今月1万円分ぐらいは、あの、FFGM したなっつったら1万円課金してガチャするし、うん、あの、そういう感じ。あ、他にもほら、カンコレとかって言うけどさ、カンコレで、今月1万分ぐらいは遊んだわ、カンコレ。ってことは1万円。別になんか買うってわけじゃなくて、1万円ぶっ込んで、あの、貯めといくみたいな。だから、あの、私、カンコレ、あの、お金余ってるからね。自分のやる気で決めてる。まあね、1164個目じゃないですか。なんか欲しいから課金するじゃなくて、うん、遊ばしてもらったから課金するわ、みたいな感じ。私はどちらかというと。GM は順調にいってるよね、そういう点では。そう。制作側への感謝の気持ち。ま、でもね、あの、みんなそうであれとは思ってないよ。みんな、あの、いや、無料で遊、どれだけ遊び尽くすか、みたいな、別に悪いとは思ってないけど、私はそんな感じなんだよね。そう、お布施課金みたいな。そんな感じかな。筋トレをございます。だってこんなに楽しんでんのにさ、ただで楽しむって、なんかちょっとなんか、あの、うんってなるよね。もっとよくしてもらいたいなみたいな感じになるから、お金を払うかな。よいしょ。あー、リアルマネー突っ込まないと攻略進まないとか、イベントとかはそういうのあるんじゃない、多分だけど。ストーリーでそういうのは多分作んないと思うよ。だってスクエニさんだよ、だってスクエニさんだよ、みんなあれだよ、なんか他の会社じゃない、スクエニさんだよ。ストーリーを課金しないと進めないとか、そういう風にするわけないと思うんだよね。イベントとか、なんかすっごい、その、今やってベヒーモスとか、そういうのを課金しないと進めないとかなるかもしれないけど、でもメインストーリーとかはね、さすがに見せてくれると私は思ってる。勝手にね、どうか知らないよ知らないけど、そうだと思ってる。1172個目さえなさい。よいしょ。まあ、永遠お金突っ込ま、だって今のところこんなに全然お金突っ込んでないのに強いよ強いよ。よいしょ。で、リアルマネダイルだとユーザーワイヤレスでパソるだけだから。
別に大丈夫だと思うけどな。50時間ぐらいプレイした。ええじゃん。天神の主詐欺がそこは検証済み。うん。月額したら多分かそるんじゃないの、本当に本当の意味で。よいしょ。どのオンラインゲームとかもそうだったけど、よいしょ、結局そうやって月額取ってさ、やるより、だってさ100人から500円取るよりさ、100人中1人がさ10万突っ込んだ方が2倍じゃん。2倍の収益じゃん。そこですよ。すげえ楽しいでしょこれ。よいしょ。よいしょ。すげえ楽しいよ。ふわ。よいしょ。ドーン。月額500円でプレイしたいっていう人は年間6000円課金したらいいんで、そんな人と比べるとかじゃなくてさ、人と比べるとか、そういうのじゃなくて、自分がそう思うんだったら月額500円って決めて年間6000円課金したらいいや。よいしょ。ガチャに金を追い込むだけの魅力があるコンテンツを提供維持できるかが鍵。まあそれなんだよね。曜日ダンジョン時間かかるわ、エルまとめて囲ってこいよ。わかる。すごいわかるそれ。いや、はあ、1匹ないし2匹までしか出ないよね。1匹ないし2匹くらいしか出ないよねこれ。はあ、スマホゲーみたいなので月額って気楽にできないでしょ。うん、よっぽどじゃないとできないと思う。500円取るのはよっぽどじゃないとできない。チュッチュルー、よーし。ユーザーさんでそういう声はあるのはいいと思うけど、ただ企業としては絶対ないな、その選択は。よいしょ。私ももしそういう課金方法にしたら、なんでそうしたの、なんでってなるもんな。ガチャ課金がちょっとやばいぞってなってるのがパズドラだから、そこは真似しないでほしい。まあね。よいしょ。ほいほい、そこまではいかなきゃいいんじゃないかな。よし、雷のダンジョンクリア。ふー、通信接断されても支障なし。あ、途中からね復帰できるよ、通信切断されても。戦闘中はあかんけど、戦闘終わってまた通信切断されたらまたできるよ。よいしょ。すでに結構ガチャ課金してる人、そう楽しいと思ってる人が逆にお金かけれて、それでまたコンテンツが良くなるんだったらそれが一番いいじゃん。よいしょ。そうなの、無料文化って作り手が廃れる一方よ。じゃあそう思うなら君がまず課金すればいいじゃないですか。ニコニコに君がまずニコニコに課金するところから始めればええやん、この一般会員が。ドーン。はい。ということで、オチも、ついたところで。そう。というところで、結局ね、いつも声が大きい、公正、あーせーという人は、お金を払わない人、これははっきりわかる。ということで、いいオチがついたので、今日はこの辺で終了とさせていただいて、またね、FF、グランドマスターズワークもまた撮っていこうと思いますんで、ロマサガもね、ちゃんと、完全に笑うと言ってきてる。どうぞ。バックも取っていきますし、皆さんのお手伝いもしていきたいなと思いますし、私もねどんどん強くなっていきたいと思いますんで、今度手伝って OK。 よろしくお願いします。あ、なんか手伝ってほしいとかあったらツイッターとかでもらえたら、ツイッターとかでリプでなんか手伝ってとか言っていただければ、それを次のグラマスのね、グランドマスターズの枠の時にね、やっていきたいなと思うんで、よかったらね、ツイッターとかでリプいただければと思いますんで、よろしくお願いします。おつおつ解説ありがとう、とんでもない。あ、サポ取れた、おめでとう、よかったよかった。ということで、ありがとうございました。またね、バイバーイ。